3期12年を振り返って、むしろこれから未来を考えていく、皆さんと共に素晴らしい静岡市の未来を夢見たいというふうに思って、次の市長にバトンタッチしたいと思います。12日に退任する田辺市長は、3期12年の市政を振り返り、成功した事例として子育て政策を挙げました。一方で悔いの残る政策を尋ねられると、それはやっぱり危機管理ですね、極寒連携、ということを私は口を酸っぱくして、職員に伝えてきたつもりですけども、いざ台風15号の時に、オール静岡市役所の極寒連携が必ずしも機能しなかったと、それによって、情報の一元化もできなかった、それによって市民の皆さんへ必要な情報の発信もできなかったと。4日、自らが希望して行った川勝知事との面会については、政令指定都市が失敗だったということを、2016年の G3 で発言をされた川勝知事は看過できない、市議会から撤回の要望書も出た、しかし何ら回答がなかった、でも最後はこのことを伝えなければいけないという気持ちで申し上げました。会談の中で政令市の失敗事例という発言の撤回を知事に求めた田辺市長ですが、明確に撤回されなかったことについては、満足のいくコメントではなかったと話しました。12年間の市政の自己採点について尋ねられ、採点は未来の市民にしてもらうと答えた田辺市長、今後の身の振り方については、相変わらずまだ全く白紙です。いや、少しゆっくりをしたいですね。社会復帰のリハビリもしなきゃいけない。3期で思い切って市長を退任してよかったと振り返って、4期目、四次層せっかく作ったからやってみたいという気持ちもあったけれども、総合的に考えて今回3期12年やらせていただいたことで退任したということが良かったという 思えるような人生をこれから過ごしていきたいなというふうに思っています。